皆さん、こんにちは。早川文也です。本当であれば今日、ホーム開幕千葉戦で皆さんとお会いできたはずでしたが、とても残念です。でも今は、新型ウイルスから自分や周りの人たちを守るために手洗いうがいなどをしっかりと意識していきましょう。アルビレックス新潟では、今日3月7日にネットショップにてニューアイテムが発売になります。ユニフォーム、タオルマフラー、そして新学期にぴったりの、レッスンバッグなど注目のグッズが揃っておりますので、皆さんぜひご購入またチェックのほどよろしくお願いいたします。リーグ再開に向けて、今あのファンサービスなどなく、またあの見に来てくれる方の制限などもありますけれども、集中してまた激しいトレーニングを行っているので、開幕に向けてものすごく、いい準備ができているんじゃないかなと思っています。皆さん、それではまた。早川美也でした。